リジェ JS41 は、リジェが1995年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーでフランク・ダーニーが設計した。1995年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。その後1997年からタイヤサプライヤーとして新規参入したブジジストンのテストカーとしても使用された。 当時ベネトンのチーム代表であったフラビオブリアトーレがリジェを買収。ベネトン首脳のトム・ウォーキン賞がチーム代表に就任するなど、ベネトンの影響力が濃い時期にマシンが製作された。当時最強と言われたルノー V10 エンジンをベネトンへーとし、前年に撤退したロータスが搭載していた無限、ホンダ V10 エンジンを獲得した。この件ではミナルディが先に契約に合意していたと。 主張し、訴訟沙汰を起こした。JS41 のシャーシは、丸みを帯びた、ハイノーズ、段差や、傾斜のある、サイドポンツーン、ブーメラン型のリアウィングなど、デザインが、全体的に、ベネトン B195 とに通っていた。搭載エンジンが、B195 のルノーに対して、JS41 は無限ホンダであったことから、ギアボックスとそこにマウントされる、 リアサスペンションの設計が別であったものの、コンコロド協定では、F1 コンストラクターは、オリジナルシャーシを設計、制作しなければならないと定められていることから、違法なコピーマシンではないかとぶ次をかもした。チームは別のマシンであることを強調し、国際自動車連盟も、検査の結果別シャーシであると判断したが、サーキットの現場では、双方のメカニックが、借用書を持参して、 パーツの貸し借りを行うなど、両チームのシャーシ共有は公然の秘密として扱われた。しかしシーズンが進み、新規パーツの投入が進むにつれて、両者のマシンの共通点は次第に減り始めていった。当初、ドライバーはオリビエ・パニスと鈴木・アグリであったが、鈴木が日本に帰国した時には、マーティン・ブランドルとのシートシェアがチームから発表された。これは、 チームのマネージングディレクターのトム・ウォーキン賞が無限エンジン獲得のために鈴木を起用したに過ぎなかったのと以前よりスポーツカーなどで起用し婚姻にしていたブランドルを優先させたいという思惑などが理由である。第9戦ドイツ GP で鈴木が4年ぶりの入賞を第11戦ベルギー GP ではブランドルが3位表彰台を第17戦オーストラリア GP ではパニスが 終盤エンジンから白煙を吹きながらも2位表彰台を獲得したが、チームとしてはリタイヤも多く、課題の残るシーズンとなった。1996年のブリジストンのタイヤテストに使用された JS411997 年から新規に F1 参入を目指していたブリジストンは、リジェから JS41 を譲り受け、赤と白がベースのカラーリングに変更した上で、 1996年に鈴鹿サーキットなどで F1 用のタイヤ開発のためのテスト走行を繰り返した。開発テスト走行はヨスフェルスタッペン、鈴木アグリが担当。11月には翌年アローズに移籍し、ブリジストンユーザーとなることが決まったデーモンヒルも鈴鹿でテストドライブをした。ありがとうございます。